競艇選手の中ではグレードレースに出ている選手が突如としてグレードレースへ出ずに一般戦にしか出れなくなってしまう場合があります。なぜそんな事態が起きてしまうのか、その点を深掘りしていきながら、その辛い一般戦周りを実施した選手をピックアップしてお届けしていきます。今後も競艇の情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。なぜそんな事態が起きてしまうのか、人気や実力を兼ね備えている A1 級レーサーは基本 SG-G1 に出ずっぱりとなり、一般戦への出場は基本的にゴールデンウィークやお盆、お正月といったタイミングで、地元で感謝の意味を込めて出走したりなんて機会くらいだったりもします。しかしそんな人気 A1 級レーサーが突如として斡旋されなくなり、泣く泣く一般戦回りとなる場合があります。その主な原因はフライングです。しかも普通のフライングであれば30日のフライング休みで難を逃れたりもしますが、この普通のフライングでないという点が重要で、グレードレースの SG-G1-G2 の準優勝戦、優勝戦でフライングをしてしまうと重大なペナルティを食らってしまうことになります。 SG 優勝戦、2年間の SG 選出除外、従来は1年間、出場辞退期間消化後12ヶ月間の G1-G2 選出除外、 SG 準優勝戦、グランプリトライアル、順位決定戦、1年間の SG 選出除外、従来は4節、出場辞退期間消化後6ヶ月間の G1-G2 選出除外、 G1-G2 優勝戦、出場辞退期間消化後1年間の G1-G2 選出除外、従来は半年、 G1-G2 準優勝戦、出場辞退期間消化後6ヶ月間の G1-G2 選出除外、従来は3ヶ月といったいかつい罰則を受けることになります。しかもこのフライングは直近2023年に罰則が強化されたところでもあり、選手を震え上がらせました。正直2年間も SG に出れないとかは、強い選手とかであればモチベーションにも関係しそうですし、選手生命を間違えば棒に振る可能性もあります。なぜここまで罰則が強化されることになったのか、それはグレードレースでのフライングの増加が大きく影響しています。2022年はグレードレースで特にフライングが目立った年でもあり、競艇は仮に2、3艇が転覆をしてもレースが成立していれば購入者に返金しなくても良いというルールです。4艇といった転覆になると、グランプリの峰選手のように41億円といった巨額の返還が発生してしまったりもします。しかしそもそも4艇以上が転覆することはレースにおいては非常に稀です。峰選手の事故にしても不慮の事故ともいえ、致し方ない部分もあると思います。しかしフライングに関しては、仮に1艇でもフライングしてしまえば、その艇に関する全ての船券の売り上げは船券購入者に返還するというルールとなっております。試行者としてはせっかく売り上がったお金を問答無用で返金しなければならないのはさすがに我慢できないってこともあり、フライングの厳罰化に踏み切ったものと思われます。この罰則強化は選手側からも声が出ましたし、周りからもこの件については見直してほしいとの声も出ております。 SG 優勝戦なんかも踏み込めなくなっている旨はグランプリを優勝した石野選手も語ってもおられました。結果的にフライングを切ってしまった選手はみそぎのごとくグレードレースには出れずに一般戦周りを余儀なくされます。走れるだけマシでもあり、優勝すれば賞金も出るのでみそぎとは言えない点もあるかもですが、本来グレードを走れる選手からすれば辛いことは間違いないでしょう。そんなフライング罰則の引き金を引いてしまったかもしれない選手を順にご紹介していきます。白井英治&新田裕志、ホワイトシャークの異名を持つ山口支部の絶対的なエースといえる白井選手、173センチと高身長でもある体格からダイナミックなターンを決めます。6号艇などの外艇の時は果敢に前付けも実施して、自在戦でしっかり着を残してくるレーススタイル。グレードレースでも予選突破率も高く、準優勝、優勝戦への進出も高いのがこの白井選手。そして
三重支部で井口選手に次いで名前が上がるのが SGG1 常連でもある絶品の3コースまくり座志校舎でもある新田選手。新田選手も勝負どころでは前付けをしてきまして、しっかり着残しをしてくる選手でもあるので連絡みは期待できる選手です。そんな白井選手と新田選手が共に2022年8月に浜名湖で開催された SG ボートレースメモリアルの優勝戦に駒を進めます。1号艇には地元の優菊池康平選手がオール3連隊で予選を勝ち抜き絶好のポールポジションに構えます。3号艇に新田選手、4号艇に白井選手と気合十分で優勝戦へと挑みます。するとまさかの展開で、なんと新田選手と白井選手の2艇が SG 優勝戦でフライングを切ってしまいます。 SG の優勝戦となると売り上げも凄まじく、大外の6号艇とかであればですが、連にも絡めやすいセンター勢がフライングとなったので売り上げの 81.4% にも及ぶ約13億4993万円が返還となってしまいます。結果は6、5、1で2万3460円と高配当決着。ここは当チャンネルでもお届けした6号艇優勝にも選出されているレースでもあります。まさに波乱でもあり、志向者側は頭を抱えたでしょう。さすがの SG 優勝戦で1レース10億円超えの期待値マックスのレースだっただけに、テラ戦として 25% を取っているので3億円以上は手元に入ってくる計算だったはずが、それが一瞬で消し飛んだわけなので落胆の色は隠せなかったでしょう。ただ選手にもダメージがないわけではなく、フライングをした白井選手と新田選手にもペナルティがありまして、 SG 優勝戦1年間の SG 選出除外プラス出場辞退期間消化後6ヶ月間の G1、G2 選出除外となってしまいます。しかもこれはルールが厳罰化する前だったので良かったですが、新ルールの場合は SG 優勝戦2年間の SG 選出除外プラス出場辞退期間消化後12ヶ月間の G1、G2 選出除外となってしまいます。期間で見ると今までの2倍の期間出場できなくなることを意味するので、いかに厳罰化が厳しいかが分かります。この結果2人は SG、G1、G2 戦線から姿を消し、辛い一般戦回りを余儀なくされます。しかしこの SG でフライングを切った白井選手には2022年末に劇的なドラマが待っていました。 SG 優勝戦でフライングを切ってしまった場合でも特例でグランプリには出場できました。ルールが厳罰化してからはこの特例がなくなりましたが、白井選手はなんとか滑り込みでグランプリ出場を果たします。ちょうど2022年は峰選手も違う罰則を受けており、グランプリに出場することはできない状態となっておりました。そんなある種チャンスとも言える中、開催が多い住之江ではなく大村でグランプリが開催されることもあり、誰が勝っても本当におかしくない状態でした。そんな中でボートレースメモリアル以降のSG には出走できない状況下ではありましたが、9月の地元徳山の G1 で優勝するなどして賞金を積み重ねて7位で惜しくもセカンド入りはできずでしたが、白井選手がトライアルファーストから出走、トライアルを勝ち上がり、なんと白井選手がグランプリファイナルの1号艇を実力で手にします。特例でましてやトライアルファーストから白井選手が勝ち上がるという超下克上。後にもお話ししますが、いろんなドラマの末に1号艇から出走して見事にイン逃げに成功し、白井選手が10度目の挑戦にしてデビュー25年目の節目に初グランプリ制覇を果たします。白井選手曰く、今年は本当に厳しい1年でした。フライングもあって8月9月は苦しかった。でも今村さんとの賞金王になるっていう約束があったので諦めずに頑張れたと口にしており、その師匠でもある今村さんに黄金のヘルメットをかぶせている姿を見て、私も思わずうるっとしました。 SG 戦線をフライングで離脱した白井選手がまさかラストに初グランプリ制覇を果たすなんて超ドラマチックですよね。ただグランプリで優勝を果たしましたが、なんと年間1位の馬場選手が2着に入ったことでグランプリを取ったのに僅差で
年間の賞金王を取れないかもしれないという危機的な状況が発生しました。 SG を出れなかったダメージがラストのラストで効いてきてしまったわけです。しかし白井選手には本当のラストの地元の一般戦が残っていました。賞金差はわずか106万543円。ここで結果を残せば賞金王になれると気合に燃えます。年末年始の特別開催だったので通常の賞金額よりも高めに設定されていたこともあり、初日12レース1着15万円獲得、2日目6レース1着11レース2着 25.5 万円獲得、3日目6レース1着10レース1着30万円獲得、4日目6レース1着10レース1着30万円獲得。4日目の12月30日にして獲得賞金が106万円を超えることとなり、まさに滑り込みセーフ。他の選手も地元徳山での開催でしたし、是が非でも取ってほしいと願っていたでしょう。アシストとかは特段なかったと思いますが、結果本当の大逆転で史上初のグランプリ終了後からの賞金王をつかむことができました。この一般戦もオール2連体で無事に優勝も果たしております。夏以降の SG を走っていない中でとんでもない下克上、かっこよすぎます。ただグランプリファイナルに出れば翌年の SG への出場権がもらえますが、フライングの影響で2023年 SG には初っ端から出れず、本来は SG ボートレースダービーから出場が叶うはずでしたが、これまた7月に開催された都の一般戦でフライングを切ってしまった影響でチャレンジカップまで出れない状態となってしまいました。フライングは本当に選手の出走機会を奪ってしまうので、賞金ランキングをぐっと押し上げることができる SG 記念を走るレーサーにとって、いつの期間でもフライングは命取りになりかねないとも言えるでしょう。ただ白井選手がすごいのが、この辛い一般戦周りで無双したことによって一般戦で 10V という驚異的な成績を残し、自身の力で SG ボートレースクラシックの出場権をつかんだという点です。年間 10V は全選手の中でトップの成績。白井選手の実力で一般戦を走れば無双するとは思いますが、ここまでの結果を残されるのはさすがです。2024年戦線も始まりましたし、年末のグランプリではどのような選手がトライアルに出揃うのか楽しみです。山口剛志&丸野和樹、こちらもフライングの厳罰化に大きな影響を与えた選手たちと言っても間違いないでしょう。これは過去お伝えしたこともありますが、2022年グランプリのトライアルセカンドで事件は起きました。山口選手は年間2位の成績だったので、トライアルファーストは出走せずにトライアルセカンドから出走できるという、年間通じて結果を出してきたからこそシード権を得て出走を果たします。しかも年間2位だったので1号艇からの出走、さらにグランプリは大村だったので因が強い上、まずは1着で大きく勝ち点を積み重ねてファイナルを目指していきやすい枠番でした。一方丸野選手も4号艇で外艇の中でも4角となるので一番有利となる枠番で出走を果たします。いざレースが始まると、なんと2艇がコンマ01のフライング、トライアルセカンドの一発目でまさかの展開。トライアルなので売り上げも凄まじい中、一番人気を背負う1号艇と4角の4号艇がフライングとなったので、売上5億8897万2900円に対して約 95.2% の5億6122万8500円が返還となってしまいます。 5% にも満たない売上となってしまったことに、久々の大村開催だったこともあり、志向者はきっと頭を抱えたことでしょう。年間通じて掴んだグランプリがある種ここで終わってしまったと言える状態となりました。その後どれだけ着を残そうと優勝戦には進めませんし、6号艇からの出走ともなってしまうので、モチベーションはこのグランプリではほぼ皆無となってしまってもおかしくない状態だったでしょう。しかもフライングをして終わりではなく、 SG4 節間選出除外、フライング休み明けから G1、G2 に3ヶ月間出場不可という重いペナルティを受けることにもなります。となると待っているのは
辛い一般戦周りです。しかしそんな中でも山口選手は腐らず、一般戦でも結果を残し、 G1 戦線に復帰後はなんと2回も優勝を果たし、年末のグランプリにトライアルファーストでリベンジをすべく舞い戻ってきます。すごいですよね。2024年は SG4 節間選出除外、フライング休み明けから G1、G2 に3ヶ月間出場不可という中だったので、めちゃくちゃ至難の技だったはずですが、逆境を跳ね返してきました。再び下克上だとなったであろうトライアルファーストの1走目 G1 で2023年は2回まくり差しで優勝をつかんでいる3号艇から出走します。ただ6号艇の菊池選手の強烈なまくりに巻き込まれ、なんと1マークで転覆してしまいます。再起をかけた中、厳しい船出となります。2走目では抽選で1号艇を引き、1号艇からイン逃げを果たしますが、トライアルファーストは通過できずにグランプリシリーズ戦回りとなります。とはいえグランプリシリーズもれっきとした SG ですし、優勝すれば SG 覇者です。それにトライアルファースト組は得点率も大きいので、シリーズ戦では有利に戦えるとも言えます。そんな大事なシリーズ戦でまたもやフライングを切ってしまい、シリーズ戦でも焦点除外となってしまいます。その後も他艇からぶつけられるなどして欠場の上で途中棄権となってしまった山口選手。このフライング休みの影響で3月の SG ボートレースクラシックへの出場権が消し飛んでしまいます。まさに悪夢としか言いようがないのではとも言える状況となりました。丸野選手も辛い一般戦回りの後 G1 戦線へと復帰しましたが、地元で開催された G1 琵琶湖大賞のドリームで1号艇からまたもやフライングを切ってしまい、またもや巨額返還が発生、年末のグランプリシリーズを棒に振りました。いかにフライングが恐ろしい結果を生むかがお届けできたと思います。一般戦周りはグレードレースのフライングにより発生するともいえ、2022年は特に SG G1 でもフライングが多発したこともあり、双方にとって良くないフライングが2023年4月に厳罰化されました。今まで以上に SG G1 で準優勝優勝戦を走る選手はフライングは絶対に切れないという強烈なプレッシャーが発生するようになった上で、スタートが行きにくくなったであろうことは事実だと思います。志向者側としては売り上げが大きく見込めるレースで、もうこれ以上は返還したくないという意思の表れでもあるとも言えるでしょう。ただファンとしては好スタートを見る機会が結果減ってしまうと言えるはずです。これにはファンも周りも発表後に良い反応ではなかったことは間違いないです。もちろんフライングすれば返還とはなりますが、怒るファンもいるでしょう。難しい判断の末に実施され、ルール化されたフライングの厳罰化、一般戦周りは減るかもですが、選手としてはそれ以上に辛かったりもあるかもしれません。すでにこの適用を中岡選手や菅選手は受けており、個人的には1年間菅選手がグレードレースに出てきてくれないのはファンとしてとても悲しいです。あなたはこのフライングの件はどのようにお考えでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。